アデ姉ちゃんに仲いなか受け入れてもらえないレンちゃんお前の好き好きの仕方がなうざいしな、すぐな飛びかかるしマウントするからあかんねん、わかるかレンちゃん。すぐ飛びかかるやろ、だから姉ちゃんお前のこと嫌いやね、わかるかな。もうアデちゃんより骨格が大きくなったレンちゃん40キロ近くぐらいまで行くかしないですね、レンちゃんね。もうガチャガチャお前がせえへんかったらいいね、普通にしとったらええねんな。犬とな接するときにな、飛びかかるとかな、手をかけるとかマウントするとかそういうことをせえへんかったら姉ちゃんは受け入れてくれんねん。お前がそういうことしかせえへんから受け入れてくれへんねん、わかるかなレンちゃん。まあこうやってね、まあそばで別に何もせえへん、うちは別にアデちゃんもね何もしないんですけどね、もうレンがすることがもう良くないねんな。それやそれ、いちいち前足なんか上げて飛びかからんでええねお前は、あおか。それで追いかけていった。出ねえじゃん、お父さんおやつくださいって。ロイヨちゃんぼっこ中な、ひなたぼっこ、ひなたぼっこ、午前中ずっとひなたぼっこやな、あんた暑くないの。アデ姉ちゃん、お姉ちゃんに優しく、お姉ちゃんに優しくして、優しくあんた接しないからあんた、そらなねんで、なあロイヨジに対してもそうやろな、だってすぐ上からまたがってマウントするやろな、手かける噛みつくしかせえへんやんか、ロイヨ受け入れてくれるからいいけど、みんながそうじゃないねんで、レンちゃんわかるかな。まあ、こうやって始まるとお前猫みたいに手隠して、なんか誰誰ワンプロやな、グータラワンプロ。どうぞどうぞ、私はまだもらえないの。畜生。どうだろう。